まず今回とりあえずやるのは崩しから振り出し振り出しフットワークからのストマップ、ちょっとゆっくりいくと、崩しどっかでいいよ。どっかでいいんで、まず崩す振り返すストマップ、グリップまでとりあえずはそういう感じね。とりあえずここまでちょっと1回とかね、2、3回やってみよう。で、気づいたとこ言うわ。崩し、オン。抜いたら、タコ抜いたら、バーンと抜いたら、こういう感じになってくる。左足です。キャッチして、ジローから行くときキャッチして、足が出てきてる感じ。はい、これは足を引きながら右足を左手の方に持っていく。そうです。で、今度はこの後、膝が今左膝出てるので、右膝に抱いてあげて、このままストマップにギュッ。おー、はい。うん。そうだ。で、一回左足を引きつつ右足が出てくる感じ。あ、そうだ。で、すぐ切り返してストマップ。あ、そうだ。とりあえずそこまで。おー、いい。軸ですね。そうそう。そうそう。崩しのポイントは、とりあえず、全部大事だけど、崩すときに、こう、腰とか、この辺腰、この辺がなるべくつかないように崩してあげるのが絶対的じゃなくて、入りは絶対。入りたらここついちゃうと、もう次はもう絶対こうベターって寝っ転がったところから返さなきゃいけなくなっちゃうから、だから崩してる時はもうここから上でやるイメージ で多少下にはもちろんいいよ。意識は高いところを持っててここから返すぐらいにする。だからここがつかない方がいい。腰をつけないの方が返す時に腰が高い方が返しやすいで、返しやすければフットワークが抜きやすい。フットワークでいけちゃえばその後なんとかなるから、一番引っかかるのはここだから、まず腰を高くする。そうすると次が動きやすい。顎を引いて内側に入る。あと回した時の足の膝は結構思ってる以上に寄せた方がいい。自分にこう寄せる。崩してる時の右足ね、崩してる時のこの足、こういう面、この辺じゃないこういう面、すげえ近くて寄せる。どっちはこっちはこっちはもうこういうイメージ、こう。はい、はい、はい、さっきの出ていい。で、着地したときが、左足がつくときが返してる。ついてから、うんっていうタイミングが、つく、うんっていうよりは、1、回収して、ついていって、置かない方。結構だから思ってる以上にさっき言った飛ばすタイミングでのこっち返す人はこっち体重、こっち返す人はこっち体重っていうのを自分が思ってるより溜めた方がいい。もう返そうとしちゃうから、もう人間だから、返したいから、返したいからこうやってるから、そうするとタイミングずれちゃってすっごい低い回転になっちゃう。
ためる、まずもう思ってる以上にためてる、その方が返しやすい。返すタイミングだからワンテンポ遅らせる。落とした時にまだこっちにいていい。落とした時にもうこういうことしちゃう。落とした時からこういくぐらいで打ち返すだけ。まだ右に踏んだ時はまだ右に行って左に返す。返す時にもう体が開いちゃうと大体すげえ低いやり方になる。逆に、そうだ、逆に。で、そのために必要なのが最初についてる手なんだ。俺ら右手ね。手は左手。この手をもう今言ったためで言ったら背中ついて返すギリギリまで残しておく。だからギリギリついてこれ早く外すともう早く行くしかなくなっちゃう。返さなきゃいけなくなっちゃう。これがあると軸が取れてまず体重が左体重で、だからこれを取っといてギリギリで外す。思ってる以上に今言ったこの手のため、手をためてれば体自体まだ体重を置けてる方にあるんだけど、結構これを自分が思ってるよりも手言っても早くやるから。いや難しいね。焦らない、焦らないが一番わかりやすい。今言ってもあいいよ、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 はい、おいしい、おいしい。それ癖でしょ、右足回してくるの。あ、そうですね。で、そこまで行けたら、ストマックまで行けたら、切り返したのね。切り返した後、ストマック行けたら、こう座っちゃって、切り返して、行かせてるでしょ。これがシンプルにね、ストマックだから、ストマック来た後にまず座るが大事。こうやって行った後にこう座るが大事。座っちゃってチェアやるみたいな、入ってってキャッチして足伸ばして、まあ座椅子の低いバージョン、こういう形してここから入ってくるっていうのが、そういう得意。これあれ、自分はトモさんのオンラインレッスンのあれ見て練習してました。映像で言うと限界があるから、ストマックから結構座るの意外に難しくて足引っかかっちゃう。慣れた、慣れ、腰から下の足の使い方、膝の使い方とか、さっき言ったの寄せるだけで動きやすくなったりとかすることもあるじゃん。足の使い方っていうのが上半身もついてくるけど、それだけでだいぶ変わるっていうのをやりたいんで、崩し、行こう。ダン、ダン、ダン、ダン。